せーの、神田ラビッツです。よろしくお願いします。はい、今から7月23日イリナの誕生祭ということで、ジュースをラブさんでのネット実験をしていただきます。イエーイ、イエーイ。はい、朝日です。7月の23日イリナ誕生祭のチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。お名前呼んでいきます。はい、まずはじめはじめたりありがとう、お誕生日おめでとうのポーズでってことだな。これイリナに、イリナにお誕生日おめでとうってことでいいよね。チェキ買ってくれてありがとう。久々に始めたらの名前をかけました。嬉しかったです。ありがとう。リボンをねつけてみたので、ぜひたくさんチェキ見てもらえたら嬉しいなと思います。また東京で会えたら嬉しいです。ありがとう。はい、そしてお次、ゆうありがとう。珍しくなんかハーフツインをしてたので、可愛いって思ってもらえたら嬉しいなと思います。ゆうが朝日を好きでいてくれるのが、朝日はすごく幸せで、なんか毎日嬉しいなって思いながらツイートを見てます。これからも大好きでいてください。ありがとう。はい、そしてお次、まいまありがとう。誕生祭の時いつも朝日の分も買ってくれて本当に嬉しいです。ありがとう。今回ねバックダンサーもしたし、めっちゃ難しかったんだけど、すごい緊張してたので応援してもらえて嬉しかったです。ありがとう。いつか全員の誕生祭もね東京でできたらいいなと思うんだけど。楽しみに待っててください。ありがとう。はい、そしてお次、ミキトありがとう。じゃーん、イナの誕生祭ということで、ちょうどテストと被ってしまったらしくて悲しいです。悲しかったです。朝日は朝日の誕生祭は会いに来てもらえたら嬉しいなと思ってます。ありがとう。そしてミキトがずっと見たいって言ってるツインってハーフツインだったんです。ごめんね、いつか東京でもやるから待っててください。ありがとう。はい、そしてお次、トシ君ありがとう。なんかこの日ね、なんかアメリカの女の子っぽい感じの顔になっちゃって、なんかいつもと全然違うく映ってると思うんだけど、朝日的にはなんかおって思ってもらえたら嬉しいです。なんかいつも朝日のことをすごいなんかなんだろう、気遣ってくれてっていうか、なんだろう、嬉しいことを言ってくれるんですよ。優しいなとしくんって毎日思ってて、すごくすごく嬉しいです。朝日を大事に扱ってくれてるっていうか、なんだろう、語彙力なすすぎてごめんなんだけど、しくんの一言一言にすごく救われてます。ありがとう。はい、そして次、タルタルありがとう。チェキ買ってくれてありがとう。最近たくさんチェキ買ってくれて本当に本当に嬉しいです。ありがとう。東京公演がこの時期はしばらく空いちゃってて、多分タルタルもね忙しいから予定がなかなか合わないと思うんだけど、ネット時期で応援してもらえるのは本当に前から言ってるんですけど、すごく嬉しいです。ありがとう。またお顔見せに来てください。ありがとう。はい、そしてお次、キキありがとう。イリナの好きなとこのリクエスト、多分誕生祭の方だよねと思ってこっちで書きました。なんだろう、ここにも書いたんだけど、なんか初めて朝日推しって言って入ってきてくれたのイリナだったので、やっぱ可愛いなっていうのが一番に来ちゃうよね。イリナのあれなんか好きなとこって言われたら、なんかすごい朝日ちゃん朝日ちゃんって慕っていつも来てくれるので、それは朝日はすごくすごく嬉しいです。ありがとう、チェック買ってくれて。はい、そして最後、リクありがとう。あのもうさすがにリクの本名これでリクって読むかな、なんか漢字で書きました。珍しい、頑張って漢字書いたから間違ってたらごめんね。え、これでリクって読む、めっちゃかっこいいじゃん名前と思いながらいつも見てます。いいね、素敵な名前だなと思って。あとここにね、あのこの日の感想を書いたので、ぜひ読んでください。いつ届くか分かんないんだけど喜んでもらえたら嬉しいです。ありがとう。はい、7月の23日イリの誕生祭の時を買ってくださった皆さん、ありがとうございます。 NEXT。 はい、今から
7月23日イリナの誕生祭のネット時期買ってくださった方のお名前を呼んでいきたいと思います。はい、まずはマサト、ありがとう。ということで特別衣装すごい可愛い感じにしました。はい、なんかこのタイプはマサトが好きそうな感じなのでと多分お気に入るかなと思っていいと思うので、ちょっとあの何腕につけるさ、なんだっけ、あの腕につけるやつ、そう忘れちゃった名前、あれもつけました。なんかよくナリスとかがつけてそうな感じだからちょっとナリスになれた気分です。はい、なので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がタルタル、ありがとう。はい、ということで誕生祭ネットジェギ買ってくれてありがとうございます。特別衣装ですごい可愛くしてるので可愛いと思います。なので楽しみに待っててください。ありがとう、タルタル早く会おうね。はい、お次がタオくん、ありがとう、嬉しいね。はい、ということで特別衣装ということだったのでね、こうやって見てもらえるためにこうやってネットチェキに可愛いイリナを選んでるので、はい、楽しみに待っててください。あのいつもとちょっと違う雰囲気のあるイリナさんなので、はい、なかなか着ない衣装だったしね。はい、なので楽しみに待っててください。タオくんがどういう感じの子が好きなのかわかんないけど、まあ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 、ボブだったら好きなのかなってわかんないけど。はい、ということで、イリナはなかなかしない感じのイリナさんなので楽しみにしててください。ありがとう。はい、お次が、トシくん、ありがとう。はい、ということで、どうですか？あの、イリナの特別衣装は。可愛いですか？はい、なかなかね、着ない系統の衣装を着て、あの、アサヒちゃんとかナリスがよくつけてそうな、あの、手につけるやつをつけたりとか、なかなかねやったことない髪型してみたりとか、初めて尽くしでたくさんねやったんですけど、結構ビジュも爆発しててよかったと思って、あの漏れててよかったと思いながら、はい、この綺麗なイナさんをトシ君にあげたいなと思いますので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がユミナちゃん、ありがとう。え、ユミナちゃんって あのユミナちゃんで大丈夫？あのユミナちゃんで大丈夫かな。めっちゃ嬉しい、びっくりした。なんかそうチェキ撮ってる時にユミナちゃんって出てきてびっくりしました。ということで、あの可愛い感じのイリナさんをプレゼントしたいなと思います。結構気に入ってくれたのかな。でも見てないか分かんないか、その時買った時。そう、どんなになるか分かんなかったもんね。そう、こんな感じになりました。かっこいい感じのダークな感じのイリナさんになりました。可愛かったですか？気に入ってくれましたか？チェキも可愛いやつ選んでるので楽しみに待っててください。ありがとう、いっぱい見てね。はい、お次がミキト、ありがとう。はい、ということでイリナの衣装が見えたら何でもいいみたいなリクエストだったんで、あのビューティフルな感じのイリナさんにしました。はい、あのすごいね、あのなかなかつけたことない腕のね、もう本当に名前が出てこないんだけど、腕のやつとかアセヒちゃんがよくつけてるような感じをつけてみたので、あの可愛いかなと思います。あの綺麗なイリーナになったと思います。これこそマジでね、あこれこそって何回も言ってるんだけど、ほんまにこの衣装的な感じなのはね、結構イリーナっぽいので、ちょっといっぱい見てほしいなと思います。本当は来てほしかったけどね、多分忙しかったんだろうだし、忙しかったんだろうだし、だろうし、うん。だからね、このチェキをいっぱい見て、あの目に焼き付けてください。はい、よろしくお願いします。ありがとう。はい、お次がユッキー、ありがとう。はい、ということで、あの感受祭にも来てくれて、実際にちゃんと見てくれて嬉しかったです。そういえばさ、前にさ、あのイリナ誕生祭もすぐだねみたいな話をした気がするの。どんな曲になるんだろうねみたいな、あの楽しみだねみたいな話を、多分一番最初にね誕生祭の話をしたのが多分ユッキーだったの、イリナの中でね。ユッキーは知らなかったかもしれないけど、イリナの中では初めてしたあの誕生祭の話をしたのがユッキーやったから、めちゃくちゃなんか思い出っていうか、そういえばこんな話したなっていうのを今思い出しました。はい、無事にね終わっちゃいましたね。ソロ曲も歌い切りました。頑張って。どうでしたか？多分めちゃくちゃ緊張してて、緊張してるんだろうなって感じだったんだろうけど、はい、すごい可愛い衣装も着れて、ちゃんとソロ曲も歌い切ったし、ユッキーに見てもらうことができました。なのでチェキも可愛いと思うし、いっぱい見てほしいなって思います。思い出のね誕生祭なので、いっぱい見てください。ありがとう、買ってくれて。
はい、お次が元木ありがとうは嬉しいね。元木ネット席で元木って呼べる日が来るのは嬉しいね。こうやってまあ何回か買ってくれたことあったと思うんだけど、なかなかないからさ、すごい嬉しい気持ちでいっぱいです。ということで、まあ元木はね、可愛い系がやっぱ一択じゃん可愛い系一択じゃんと思って、可愛い、この中でも可愛い感じのなんかね、ユニークな感じのイリナさんにしました、チェキのポーズ。はい、なのでまあ届いたらたくさん見てほしいなと思いますね。実際に見てないと思うので。はい、衣装もね、あの写真では開けたんだけど結構は聞けなかっただろうし、残念だね。まあまあまあ、このチェキをいっぱい見て、イリナもイリナをいっぱい取り替え、トリマーイリナのこといっぱい見てね。はい、よろしく、ありがとうはい、お次がリーコちゃん、ありがとう。はい、めっちゃ嬉しいです。はい、リーコちゃんはね、こうやってなんかちょっと気になった時こうやって買ってくれてるのすごい嬉しいです。ありがとうございます。ということで、すごいさ、褒めてくれたじゃん、あの誕生祭の時も話した時もすごい嬉しかったな。なんかすごいガチで、ガチでっていうか、本当になんか心から思ったこと言ってくれてるんだなと思って、すごい嬉しい気持ちになりました。あのもうあの顔を見ただけであのすごいほっこりしましたね。あ、頑張れるって感じになりました。はい、あのこのチェキも可愛いのでいっぱい見てください。ありがとう。はい、お次がともくん、ありがとう。わー、嬉しい。あのね、行けなくてごめんねっていうのをね見て、全然大丈夫だよと思いました。はい、ね、東京だしね、あの住んでるところがそれは遠いししょうがないよと思いながら、ちゃんと地域もねこうやって頼んでくれてるのですごい嬉しかったです。すごい頑張れました。そのライブ前にそのチェキのネットチェキ買ってくださった方のお名前をね見てたんだけど、ともくんが言ってて、あのちゃんとコメントも読んだからすごいね頑張れた。ソロ曲もめっちゃ緊張してたんだけど結構頑張れたので、またね東京のライブでたくさんお話ししたいなと思いました。感想とかいっぱい話したいので、ぜひ遊びに来てね、話そうね。ありがとう。はい、お次がキキ、ありがとう。はい、ということで、可愛い感じのあの綺麗、今回はすごいね、あのかっこいい綺麗めな、まあ衣装はすごい可愛い寄りなんだけど、でもダークな感じの衣装だったんだけど、だからすごい綺麗綺麗で美しい感じに撮りたいなと思って、キキにはそういうテーマの感じのイリナさんをプレゼントしたいなと思ってこれにしました。はい、あのマジで美中が良すぎて、あもうそう、当日ここにね超キラでっかいねビーズじゃないわ、キラキラをねポンポンってつけてたの、 K-POP アイドルみたいに。そう、でもチェキではあんまし映ってないのがちょっと残念なんだけど、まあそれぐらい、まああの衣装も可愛かったから、衣装さえ映ってればいいかなと思って、はい、可愛くしてるので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がまいまいちゃん、ありがとう。はい、イリナこんな感じの衣装着たんですけど、どうですか？多分写真で、多分一番最初に見たのが写真だと思うんだけど、どう、第一印象どうだった？イリナ的には一番あんまし着なさそうな感じの衣装だったと思ってて、腕のねあのやつとか腕につけてたんだけど、なんかこういう手袋みたいな、あれもね、なかなかつけなさそうなやつだったの、イリナ的には。黒って編み上げみたいな感じだったんだけど、だからなかなかね、朝日さんとかナリスとかがよく着てそうというか、つけてそうなやつだったから、イリナ的には珍しいかなと思ったんだけど、まあ、だからこそなんか新鮮ですごい楽しかったし、誕生祭もソロ曲もちゃんとしっかり歌い切れたし、はい、もう嬉しく、楽しかったですね、めちゃくちゃ。皆さんも来てくれて、はい、毎日もこうやってこうチェキを買って応援してくれてて、めちゃくちゃ嬉しかったです。なので可愛いのでいっぱい見てください。そして届くの楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がみちお、ありがとう。はい、ありがとう、買ってくれて嬉しい。はい、ということでね、あのすごいね、あの会いに来てくれたじゃん、だからすごい嬉しいなと思って、さらにラブと思って、ラブな感じのチェキにしてみました。あんましね、デコらないようにして、あの衣装が見えるようにしたんだけど、気持ちが高ぶっちゃって、あのちょっと書いちゃった。
なのでそれも楽しみに待っててくださいね。可愛かったでしょ、衣装も衣装もなので、はい、また届いたら届いたよっていう報告とか待ってます。ありがとう。はい、お次がタミーさん、ありがとう。はい、ということで会いに来てくれてもくれて、誕生祭もすごい嬉しかったです。なかなかね、喋る機会も多分なかなかライブに行ける機会もね、大阪に私たちが行くのもね少なかったっていうのもあるんだけど、会えなかったので久々に会えたのがね誕生祭だったのでめちゃくちゃ嬉しかったです。フランス帰りっていうのもあったし、すごいほっこりしました。はい、なのでイレナの衣装もどうだったかな、またね、そう話す時間もあんましなくてさ、全然感想とか聞けてなかったから、また今度会った時に聞きたいなと思うのでまた聞かせてください。はい、ありがとう。はい、お次がアリンコさん、ありがとう。ということで、嬉しいな、めちゃくちゃ。つい最近ではないな、フランスとか間に挟まってたから久々ではない、最近ではないけど、すごくね話したいなっていう気持ちがさらにこの今アリンコさんっていう名前を呼んで思いました。はい、やっぱしね、広島もね行く機会がねなかなかね少ないというか、1ヶ月に1回あるかないかぐらいだったので、またすぐに会いたいなって気持ちが高ぶっています。今はい、この席もね可愛くなっておりますので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がえのけんくん、ありがとう。はい、ということでお誕生日おめでとうございます。ということでありがとうございます。はい、めちゃくちゃ緊張しました。初めてのソロ曲披露、誕生祭ということで、はい、なんかフランス帰りだって第一発目のねライブが、まあシャッフルもあったんだけど、結構ねイリナが重要してるのはやっぱ誕生祭じゃん。わあ、フランス帰ってきて一発目のライブがイリナの誕生祭かと思ってめちゃくちゃ緊張してたんだけど、はい、なんとか無事に終わることができました。はい、しかもねすごい恵まれてることにね、顔面も生きていてっていうか、なんかすごいね美女が良かったっていうのが言いたい。はい、なのですごい可愛いチェキを撮れたので、それはえのきんくんにプレゼントしたいと思います。はい、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がてるくん、ありがとう。はい、てるくんとまたね何回かネットチェキ間のフランスとかいっぱいたくさん買ってくれ、たくさんてかまあちょこっと買ってくれたりとかしててね、わあ頑張ろうと思えたんだけど、さらに今回のイーナの誕生祭で何応援っていうかしてくれてめちゃくちゃ嬉しかったし、めちゃくちゃ頑張りました。はい、そう本当にね前につい最近話した広島の時がやっぱ印象強くて、すごいその時にめっちゃ仲良くなった気がするの、イーナの中で。だからさらにねまた会いたいって気持ちになってます。もうすぐに会いに行くので待っててください。この衣装でね会えなかったのことはすごい悲しいんだけど、また次会った時は衣装でたくさんお話ししようと思います。はい、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がじゅんさん、ありがとう。はい、ということで誕生祭のネット時期買ってくれてありがとう、めちゃくちゃ嬉しいです。なんかちょっと久々にお名前を呼んだ気がしてすごい嬉しいです。ありがとう。はい、無事に誕生祭も終えて、すごいね、イリナの曲多分来てなかった方は分かんね、どんな曲だったのかも分かんないだろうし、曲名すらも分かんないと思うんだけど、すごいね難しい曲で今までにない曲だったの。だからすごいね難しかったんだけど、何度かイリナらしい曲をねちゃんとできました。なんかパーフェクトかどうかわかんないけど、イリナの中での最善を尽くしたパフォーマンスができたかなと思うので、はい、良かったです。早くねまたお会いしたいなって気持ちです。楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がハリーさん、ありがとう。はい、どうでした、衣装。すごいイリナはね結構初めてな感じの衣装で、すごいめちゃくちゃお気に入りになりました。今回着てこういう系統の服も可愛いなと思いながら
でも衣装でしか着れないかなと思いました。外に着ていくのはすごいね、まだいいな、すごい勇気いるんだけど、はい、でも衣装でこういう衣装着れてすごい嬉しかったです。はい、なかなかね、え、ぽくなくない、ぽくなくないってちょっと日本語おかしかったけど、あのイリナっぽくないでしょ。結構なんかイリナはぽくないなと思ってて、すごいだから新鮮な気持ちで今回は踊りましたね、パフォーマンスしました。はい、曲もソロ曲もすごい緊張しながら頑張ったんですよはい、頑張る。これはね、あのそう、この席はちょうどあのライブ前に撮った時期、撮ったんだよ、この時期はね。だから頑張るぞっていう感じの時期になりました。はい、もう終わっちゃったんだけど、頑張るよっていう感じの時期になったので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がバナナイス、ありがとう、嬉しい。韓国から買ってくれてるのかな、嬉しいです、ありがとう。でもね、この時ですね、もうガッチガチに髪の毛も固めちゃって、あのハーフアップの高めの髪型をしててね、なかなかね外すこともあの上げることもできなくて、このままの髪型になっちゃったんだけど、ちゃんとうさ耳だけはちゃんとやりました。ごめんね、むちゃくちゃやりたかったんだけど、いつもポニーテールっていうリクエストしてくれてて、あの嬉しかったです。次はね絶対にポニーテール再現してやろうと思うのでね、ありがとう。早く私たちが韓国に行ったら会えるのかな、なのでその時は絶対遊びに来てね、会いに来てね、ゆなに。はい、すごいあの会いたいです。ポゴシッポソ、ポゴシッポわかんない、韓国語わかんないけど、早く会いたいし、あの大好きだなって思いました。はい、なので楽しみに待っててください。サランヘー、サランヘーよ、サランヘー、サランヘー。はい、お次が彩乃ちゃん、ありがとう。はい、ということで直接ね見てくれたと思うんだけど、どうでしたか、イリナの誕生祭楽しかった？イリナも初めての誕生祭で、あの全てが初めてだらけで、あのフラースターとかも自分のやつがあるって、すごいそれぐらいめちゃくちゃテンションが上がっちゃいました。それぐらいね楽しかったし、あの衣装も自分で決めて、自分でね決めたの、この衣装も自分で決めて注文してって感じでやって、すごい初めての挑戦な感じの衣装を着たのでね、あの気に入る、みんなが気に入ってくれるか分かんなかったけど、イリナが着たやつを着てみました。どう、似合ってたかな。はい、あのすごい見てくれたと思うんだけど、ここら辺にね可愛いキラキラつけたりとか、すごい楽しめましたね、イリナは。はい、可愛いチェキを撮れたのでいっぱい見てください、ありがとう。はい、お次がホンピー、ありがとう。はい、誕生祭のネタチキ買ってくれてありがとうございます。特別衣装っていうかって、あのソロ衣装のためにこれを着ました。ホンピーが持ってるイリナのイメージがどんなのかわかんないんだけど、イリナ的にはねこの衣装なかなかイリナが着ない衣装なんだけど、よくナリスが、ナリちゃんとかがね着てる、そうだなって感じがしないかな。なんか赤だからさ、イリナっぽさはあるかもしれないんだけど、赤い感じの衣装だったから、これがね白黒とかだったらマジでイリナじゃない、ナリちゃんっぽいかなと思って、あの腕につけてるねこういうあの手袋みたいなのがあったんだけど、あれもねナリスっぽいなと思って、だからイリナっぽくないなと思う感じなんだけど、気に入ってくれたら嬉しいなと思います。はい、かっこいいソロ曲だったんですよ、イリナ。なのですごいね、あの他のメンバーのねあのソロ曲ではない曲調ですごい難しかったんだけど、なんとか頑張りました。はい、この時期もあの本番前に撮った時期ですごいね顔がちょっと緊張してる顔かもしれないんだけど、ちょっと楽しみに待っててください、ありがとう。早く会おうね。はい、お次がメグ、ありがとう。あ、メグ、いつもメグって呼んでたっけな、メグちゃんって呼んでたけど分かんないけど、あの指捨てで呼んじゃうね、メグありがとう。はい、ということで、あのね直接見れなかったからね、どんな感じかはねあの分かんなかったと思うんだけど、あのワンピースであのふわってしてて、なメイドの服に近いかな、そういう感じのあの衣装になっております。はい、なんか結構ねあの強い悪魔みたいな、曲のイメージがすごい小悪魔のような
なんかすごい強い曲で、でなんか曲調もね、あの他のメンバーにはないようなソロ曲なので、あの本当に想像が多分まだみんなついてないと思うんだけど、見てない方はすごいねかっこいい曲なんですよ。また会った時にこのお話したいなと思うんだけど、すごいね緊張しました。初めてのことだらけで、はい、でもあのすごい楽しめました。このチェキもね早く届いてほしいなと思います。またお話ししようね、いっぱいね、ありがとう。はい、お次がよーくん、ありがとう。はい、ということでありがとう、あの遊びに来てくれて、誕生祭もめちゃくちゃ嬉しかったし、ちゃんとね赤い T シャツ着てくれててすごい嬉しかったです、ありがとう。はい、ということで、あの他のねあのメッセージのやつにはあの英語で書いたりはしてるんだけど、やっぱヨン君のやつはねやっぱしハングルで書きたいなと思って書きました。はい、あの簡単な言葉なんだけどね、簡単に書けちゃうハングルなんだけど、はい、頑張って書いたのでそこもいっぱい見てほしいなと思うし、可愛いリナもいっぱい見てほしいなと思います。はい、もうすごい幸せでした。あの来てくれて楽しかったし、あのイリナも可愛く出たので、その姿をヨン君に見せれてすごい嬉しかったです、ありがとう。いっぱい見てね、ありがとう。はい、お次がフジメタル、ありがとう。はい、フジメタルにねこの衣装を直接お見せすることができなかったのがすごいね悲しいし、あの見せたかったなって気持ちがあったんだけど、このチェキでいっぱい見てほしいなと思います。すごいかっこいい感じのね曲で、あのこの衣装と相性バッチリって感じのあの曲だったのだからね、曲どんな曲か分かんないと思うんだけど、飛燕の月っていう曲です。めちゃくちゃかっこよくてラップ入ってたり、ちょ曲にねあのソロ曲でラップ入っててなかなかないじゃん。そうラップ入っててかなり難しかったです。はい、またね東京とかでいつかお見せできたらいいなと思いつつね、楽しみにまた見せる時が来たら楽しみ、その時は楽しみに待っててください。はい、あのすごい可愛い衣装着てるのでそれもいっぱい見てほしいなって思います、ありがとう。はい、お次がおふみー、ふみちゃんありがとう。はい、ということで今日は生誕だったので、やっぱねあのイリナらしくハートをもう本当に今回はもういっぱいハートをしました。前にも言ったんだけど、あのちょっとずつハートをね、ハートの席を増やしていってるんだよねっていう話をしたと思うんだけど、本当にこれであの満載にしました。はい、恥ずかしいなと思いつつ、最近やってなかったなと思いつつね、しかも可愛い衣装も着れたし、なかなかさふみちゃんと最近お話できてない気がして、なんか生誕の時も来てくれてたけど、あのなかなかね話す時間も少なくて、本当にねあっという間だったなと思うし、全然お話イリナの中では全然ふみちゃんと話できてなかったから、もうちょっと話したいなと思いつつ、でも時間がなかったからしょうがないしみたいな感じで、またその感想とかもいっぱい聞きたいから、また今度来た時その感想を聞かせてください。はい、衣装の感じとかどうだったとか、ソロ曲どうだったとかいっぱい聞かせてね。はい、このチェキいっぱい見てほしいなって思います。可愛くしてるのでラブラブって感じで、ありがとう。はい、お次がふみふみ、ありがとう。はい、あのかっこいいリナさんにしました。すごいねクールビューティーな感じの、なんか自分で言うのもあれなんだけど、クールビューティーをあのイメージして撮ってみました。しかもなんか衣装もそういう感じだったので、はい、あの曲調もねかっこいい感じだったので、衣装もねこういうかっこかわいい感じの衣装になりました。ワンピースで結構丈が短めで、あの足が見えてる感じだったんだけど、そうすごいね直接お見せしたかったなと思いましたね。なかなか会えないしね、しょうがないなと思いつつ、あのいつかこのソロ曲おふみふみにお見せできる日が来たらいいなと思ってます。はい、このチェキ楽しみに待っててください、ありがとう。はい、お次がちえちゃん、ありがとう。大好きって書いて、そんなの大好きに決まってるじゃんと思いながらこのチェキを書きました。なので大きなハートを描きました。はい、そのちえちゃんはもう大好きを超えてますね。もうなんか毎回話すたびにあの大好きが増していくんですよ、イリナ。
はい、なんかね、定期の時はよく会えるけどさ、遠征したりしてたらなかなか会えないし、結構ちえちゃんリクエスト、そうチェキ買ってくれた リクエストでさ、いろんなリクエストしてくれるから、あちえちゃんのためにいっぱいいろんな考えようと思ったりとか、こういうポーズ撮りたいなとか思ったりとかするので、ね、会うたび会うたびちえちゃんの名前を見るたび好き度が増していってます。大好きって聞いてるけど、大好きに決まってるじゃんって感じですね。はい、早くね、この衣装で本当会いたかったんだけど、まあそれは叶わなかったので、この時期をいっぱい見てほしいなと思います。ビジュは最強なので、マジで可愛いので覚悟しててね。ありがとう、またね、ありがとう。はい、お次がマルタ、ありがとう。はい、マルタ、あのね、あのチェキいつもさ漢字でマルタって書いてるのに、なんか今日は急にさひらがなでマルタって書いちゃって、最初あのマルタって書いてる気分じゃなかった、なんか本当にマルタなんかなって思っちゃった。なのでひらがなで書いたからでいいかなと思います。はい、でなんか感想、楽しかった感想をなんか何言葉に書いてほしいみたいな感じのリクエストもらったんで書きました。あの楽しかったイコールもう最高でした。初めての誕生祭でね、あの本当はマルタもね来てくれるはずだったって聞いて、あのグシ君からすごい来れなくなっちゃったのがすごい悲しいというか、もうむしろもうしょうがないって思いつつ、あの体調気をつけてって感じで、もうすごい心配になるぐらいあの感じでした。でも本当に楽しかったです。あのそのこのね現場にねマルタもいたらさらに楽しかったんだろうなと思うけど、本当に楽しくて、初めて誕生祭で緊張しつつもこんなに楽しめるんだと思って、本当に最高な一日になりました。はい、もうねあのこんな可愛い衣装も着れて、この衣装をね本当はマルタにも見せてあげたかったんだけど、あの叶わなかったので、このチェキでたくさん見てほしいなと思います。可愛いチェキにしたのでいっぱい見るんだよ、マルタ。よろしく。ありがとう。またね、早く会いたいなって気持ちになりました。もう、結構ね、会えてない期間が長くなってると思うので、寂しいなと思ってます。はい。なので、また、すぐ早く会いたい気持ちでいっぱいです。ありがとう。はい、次が、しのちゃん、ありがとう。びっくり、本当に、さ、なかなかそんなにね、話した回数はそんな、多くはないんだけど、ちょっとずつちょっとずつしのちゃんのことを知れてる気がしてめちゃくちゃ嬉しいです。はい、かっこいいイリナさんにしました。まあもともとね衣装がかっこいいからこういう感じになっちゃうんだけど、そうしのちゃんがねどういう感じのね子が好きなのかは、子がっていうかタイプ、どういうイリナが好きかわかんないし、多分しのちゃんのね理想とかもあんまわかんないから、イリナがしのちゃんに送りたいポーズとイメージでこういう感じにしたチェキにしたので、楽しみに待っててください。ありがとう。また早く会った時にね、東京かな住んでるところは、東京で会った時はいっぱい届いた後にチェキの感想とか聞かせてください。あの写真とか投稿してると思うんだけど、その感想とか聞けたらいいなって思ってます。ありがとう。はい、お次がよしふみ、ありがとうということで、ありがとうございます。あのむちゃくちゃね現地にもちゃんと来てくれて、あの素晴らしい T シャツも着てくれてむちゃくちゃ嬉しかったですね。まさかと思って、本当に最初はね、本当最初の頃あのは来てくれると思ってなかったから、えみたいな、え本当に来てくれたのみたいな感じで、すごいね嬉しくなりました。ありがとう。もう嬉しすぎた、とりあえずね、あの目の前によしふみがいるっていうのもそうだけど、 T シャツイリナがさ入ってる T シャツを着てるっていうのが嬉しい。いつもだったらさ絶対になんかあのカンナギ T シャツで着てくれるか、あのそうとかだったからさ、なかなかイリナの T シャツとかないからさ、嬉しいなって気持ちでいっぱいでした。はい、綺麗めなかっこいいめなイリナさんなので楽しみにしててください。ありがとう。はい、お次がコムちゃん、ありがとう。嬉しい、ありがとう。はい、多分ね、多分30歳の時は多分いなかったのかな。すごい
いるかなと思ったんだけど、いなかったのですごい寂しくなったっていうか、会いたいなって気持ちになりました。いつもねガブに行ったらね、会えちゃうっていうのがすごい嬉しくて、意外と見てるんですよ意外と見てるんですよね、皆さんも。でもこうやってネットチェキでねコムちゃんのお名前を呼べたのがめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ね、直接見えなかったと思うんだけど、可愛い衣装着ました。めちゃくちゃコムちゃんが思ってるインナーがどんなのかイメージしてるかわかんないから、わかんないんだけどインナー的にはねなかなか着ないね衣装着たのでどうかなって思います。結構なりちゃんとかあせひちゃんとかが着てそうな、着てそうな、着けてそうな、なんか手袋じゃないんだけど、名前忘れちゃったんだけど、つけてる感じのやつつけてて、結構かっこいい、かわいい、綺麗めなイーナさんになってるので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がルー、ありがとう、嬉しい。もうね嬉しいね、もう名前を呼べたことだけでちょっと嬉しい気持ちがありますね。はい、直接ね見に来てくれてて、お話にも来てくれてめちゃくちゃ嬉しかったです。もうすごい良かったよとか言ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。もう誕生祭のねソロ曲がね、もう多分聞いたら分かったと思うんだけど、はるかにさ誰とも曲が違いすぎて、あ、こんな感じなんだってなったと思うんだけど、どうでしたか？そう、全然ね話す時間もなくてさ、全然ね一瞬で終わっちゃったんだけど、喋る時間もね、だから久々にルーと話したのもそうだし、時間もあっという間だったから、あ、もう少しあと20秒だけ話したいとか、すごい話し終わってからすごい思いました。はい、可愛い感じの時期にしてるので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がエルドちゃん、ありがとう。はい、エルドちゃんどうですか、イリナさん、このイリナさん、いつもだったらね義理の妹のように見てるじゃん、イリナのこと。だからすごい成長したなと思うんじゃない。これでかっこいいイリナさんになりました。どうですか。結構ねエルドちゃんにさせればいいなと思ってこのチェキを選んでるので、はい、楽しみに待っててください。またね会った時感想聞かせてね。ありがとう。はい、お次がイケモンピー、ありがとう。なんか久々にイケモンピーって本名っていうか全部読んだね。いつもやってモンピーって言ってるんだけど、今回イケモンピーって呼びますね。はい、ということで、まあせっかくね生誕だしね、やっぱね、イーナもねイケモンピーのこと思ってるよってことをねやっぱ伝えとかないとさ、なんかモンピーから離れていっちゃう気がして、ちょっとね、そんなことはないと思うんだけど、絶対に行かせないんだけど、遠くには行かせないんだけど、それを行かせないようにちゃんといい可愛いチェキを、このチェキをね送ろうかなと思って、なかなかね思いを伝えないイリナさんなんだけど、大好きだよっていうチェキを撮ってるので楽しみに待っててください。美女爆発してて可愛いのでよろしく、ありがとう。はい、お次がとうとう、ありがとう。はい、またとうとうって呼んじゃいますね。ありがとうございます。誕生祭のチェキ買ったよって、何インスタの DM かなって教えてくれて、わ、嬉しいって気持ちになりました。なのでとっておきの1枚、可愛いちょっと衣装も見える感じのチェキにしてるので楽しみに待っててください。かっこいい綺麗めなイリナさんなので、はい、17歳とは思えないようなチェキにしてるので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次が3枚買ってくれたやいちゃん、ありがとう。ということで、はい、3枚もありがとうございます。なんかねやっぱ一枚一枚ちょっと違う感じのチェキにしたくて、全身だったり可愛い感じだったり綺麗系だったりっていう3枚を選びました。はいね、これだったらねイリナの衣装がどんなんだったのかとかさ、髪型がどんなんだったのかとかさ、わかるなと思ってこれにしました。ありがとう。はい、むちゃくちゃ緊張しました。もうソロ曲ね聞いてないかわかんないと思うんだけど、聞けてないからねわかんないと思うんだけど、かっこいい系でした。めちゃくちゃラップの入ってる、すごいよね。
ソロ曲でラップってやばくない？なんかもうカンナギ全員でやったらいいじゃんってぐらいの、あのすごい難しくて、イリナにはね。だからあのすごい頑張りました。でもね、こうやって応援してくれてて、もうさらに頑張れたので、はい。あのフランス行く前に名古屋だったじゃん。それでヤイちゃんに会えたし、さらにね、なんかフランスの元気ももらえたし、生誕の元気ももらえたしみたいな、はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとう。はい、お月が3枚買ってくれたヒデジー、ありがとう。はい、ヒデジーもちょっとなんかツンツンしてるイーナさんと、全身の写るイーナさんと、超可愛いピースしてるイーナさんです。超可愛いって自分で言っちゃうのもあれなんですけど、はい、これならね、あのどんなイーナさんでも、あのヒデジーの好きなタイプにね、どれかに刺さればいいなと思ってこれにしております。はい、あのね、絶対ヒデジーにさ刺さるような感じだった気がするんだよね。だってヒデジーって結構かっこいい曲好きでしょ。イーナのソロ曲かっこいい系だったからさ、わー見せたかったなと思いつつ、衣装もね可愛い衣装着れたし、まあでもこのチェキでいっぱい見て、あのもう 目が取れるぐらいまでしっかり見て、写真も、あの投稿した写真もしっかり見ていただいて、あのすごいイリナお気に入りの衣装になりました。今回でこの衣装がなかなか着ない感じだったんだけど、超可愛く撮れたので、この1枚が超気に入りかな。ピースとしてるやつなんだけど、はい、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次が2枚買ってくれたりょうくん、ありがとう。はい、全身とアップでということで、全身引きとよりね、引きが決めよりが笑顔ってことで、ちゃんと笑顔を作りました。でもね、笑顔作ったんだけど、マジで本番前に撮ったチェキで超引きつっててね、顔が緊張で全然笑顔作れなくて、あの頑張って、あの必死に笑った写真がこちらです。はい、なのでそれも楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次が2枚買ってくれたツッキー、ありがとう。はい、ということで、あのちょっと全身まではいかないけど、あの衣装がちゃんと見えるくらいのやつと、あのちょっとあざとい感じのイリナさんにしました。はい、すごいね、あのチェキすごい迷った、いっぱい撮ったからさ、どれがズッキー刺さるかなと思いつつ、あのちょっとね、あのダークなお姫様になった気持ちで撮りましたね、今回はチェキは。あの衣装がねすごい可愛くてさ、フリフリしたワンピースで、なかなかイリナが着なさそうな感じの衣装だったので、すごいね、大丈夫かな、似合うかなと思ったけど、案外似合いました。はい、なので楽しみに待っててください。可愛いです、ありがとう。はい、お次が2枚買ってくれたシュン、ありがとう。嬉しい、2枚、もうびっくりした。もうね、あの早く会いたいなって気持ちがね高ぶってる時にね、こう買ってくれて、うわさらに会いたいってなりましたね。衣装ね、こんな感じなの、わかる？写真で見たからわかるかな、わかんないけど、もうかっこいい感じのイリナさんで、もう決めました。はい、ね、ソロ曲もかっこいい、なんかラップの入ってるソロ曲で、すごい難しかったんだけど、イリナなりにイリナらしいパフォーマンスができたなと思うし、またそういう話もね早くしたいなと思いつつ、全然会えてないからさ、わー話したいなって今もすごく思ってます。はい、なので楽しみに待っててください、ありがとう。はい、お次が2枚買ってくれた七瀬さん、ありがとう。はい、ということでね、あのこの何、全身とよりで、あのイリナの美女をあの見せれるようなチェキを選びました。はい、まあ、七瀬さんはね、どんなイリナでもね、綺麗で可愛いよってすごい言ってくれるんだろうけど、今回もさらにすごくすごく美女のいいイリナになりました。はい、あのめちゃくちゃさ緊張したいよな、ソロ曲。もう三条祭自体がさ、あの見てた側だったから、イリナがガチでやるんかみたいな気持ち、なんかマジでなんかね、夢でね、なんか失敗まではいかないけど、なんかあの成功しない夢を見て、三条祭うわ怖っと思いながら、実際あのやり遂げました、ちゃんと。すごい良かった、うん、すごいね、曲もかっこいい系だったからめっちゃ難かったしみたいな難かったし、でもイリナなりのパフォーマンスで、あの
かっこいいイリナ、かっこいいイリナを作り上げれました。はい、この時期もね、そのかっこよさを引き立つような時期にしてるので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お月が2枚買ってくれたダムシャン、ありがとう。はい、どうですか、どうでしたか。もうね、あのケーキマジで嬉しかった。マジであの食べたかった。無理だけど、無理なんだけどね、無理、ダメなんだけどね、食べたかった、本当に。まあそんなことしてくれるね、ファンがいて本当にいいのは幸せ者だなって思いましたね。めちゃくちゃ本当にあの日は世界で一番、もう今もなんだけど世界で一番幸せ者だったわってすごい思いますね。はい、まあそんなイーナさんなんですけど、やっぱいつもねかっこいいイーナじゃないですか。結構決めてるイーナなんですけど、もうとっておきの可愛いキルンキルンなやつをあげちゃえと思って、ドムシャンにかっこいいやつと可愛いやつとダブルであげたいなと思いました。かちょっとねギャップのあるイリナになってるので1枚2枚で、はい、それも楽しみに待っててください。ありがとう、マジで嬉しかった、ラブ。はい、お次が、そしてイガちゃんありがとう。イガちゃんも2枚買ってくれてありがとう。はい、ということで、あの全身とちょっと可愛い感じのよりのイリナさんにしました。はい、マジで T シャツ作ってくれてありがとう。マジで可愛い、あれ本当に今もお気に入りなんだけど、本当に欲しいぐらいなんだけど、もうすごいね、あの嬉しかった。 T シャツをね作ってもらったことがなかったので、イリナのそういうね、だからめちゃくちゃイリナの写真が入ってるね、写真が入ってると思わなかったよ。イガチョンが撮った写真がね入ってると思わなかったので、すごいびっくりしました。最初誰か分かんなかったもん。なんかそういうね、元の T シャツにそういう文字を書いたんかなみたいな感じで思ってたらイリナで、びっくりしました。はい、そんなイリナさんなんですけど、可愛いかっこいい感じのチェキにしております。はい、このチェキはね大切にいっぱい見てほしいなと思うし、またね来年の生誕の時にはあのこのまたチェキを見返してどのくらい成長したかとかも見てほしいなと思います。はい、ありがとう。はい、そして2枚買ってくれた佐藤くん、ありがとう。はい、めちゃくちゃね、あのこのかわいい衣装をこのチェキで映るようにしました。はい、早くね本当に、あれ多分そんな、でもなんか何回かちょこちょこ会ってるんだけど、ちゃんとお話したのが結構だいぶ前だなって思ってて、ちょっと佐藤くん不足だなって思ってます。イーナはすごくね、いつもねちょこちょこ会いに来てくれて、月に1回ぐらいなんだけど、でもその1回がすごい濃厚で、すごいたくさん話したから、ちょっと今は佐藤くん不足だなと思いつつ、すごい可愛いイーナさんをプレゼントしたいと思います。はい、このチェキをいっぱい見て、イーナを、佐藤くんは不足してるか分かんないけど、いっぱいイーナを見てイーナ不足を埋めてください。ありがとう。はい、そして18枚買ってくれたちなちゃん、ありがとう。はい、びっくりしました、マジでイーナのあの年分買ってくれたっていうことで、めちゃくちゃびっくりしました。へっ!ってなりました。で、たくさんねリクエストもいただいて、あのむしろすごいリクエストをいっぱいもらえて、めちゃくちゃ嬉しいし、なんかちゃんと思っイーナにこういうポーズしてほしいんだなってすごい思いました。はい、まずはねリクエストもらったやつから一個一個紹介していきたいと思います。はい、まずはいただきますチェキということで、あのねまだ意外と撮ったことなかったもんね、イリナのソロのやつでね、だからいただきますチェキをできたということで、これからねスタバとかよく飲んでるからね、スタバとか一緒にこれを添えて写真でパシャリとかしてもらったら嬉しいなと思います。はい、よろしく。はい、お次が食べてケーキを食べてるイリナさんということで、あのケーキは難しかったので書かなかったんですけど、あの結構ね食べてる感じのチェキだと思うので、なかなかねちなちゃんにこんなチェキあげたことない気がするので、レアかなって思います。はい、ちゃんとねその本番ケーキをね食べさせてもらったんだけど、めちゃくちゃ美味しかったです。それをイメージして撮りました。ありがとう。はい、そして頑張るぞ、抱負
抱負みたいな、今年の抱負ということで、まあ頑張るだけど、頑張るは頑張るんですよね。はい、まあそういうポーズです。頑張りますっていう感じのポーズを取りました。今年は私ね、今年もイリナらしく、18歳らしくしたいなと思います。はい、まだねラスト JK ということで、まだ残ってるんですよ、JK の期間がね。だからちょっと JK らしいことを卒業までにはしたいなって思ってます。はい、4月までに、3月までかな、最終までには高校生っぽいことを絶対にやるっていうのが抱負かな。まあカンナギに関してはまだまだたくさんあるんだけど、個人的な感じだとそんな感じ。はい、でお次が、まあ全身ね、全身はいい感じに映るように、衣装が映るようにしてるので、まあこれはね、来てからいっぱいたくさん見てほしいなと思います。そしてあとはネイルね、ネイルと一緒にって感じで、やっぱネイルと一緒にって感じだけど、ポーズがこうなるけど全然ネイルは見えないんだよね、ごめんね。でも見てほしいなっていう気持ちで撮ったので見えないけどまたね、あ、そう、まあ、ネイルはねまだね更新できてないんだけど、インスタとかでちょくちょく出していこうと思うんで、いっぱい見てね。はいはい、そして TikTok ですね、言ってくれた、めっちゃびっくりしました。やっとね TikTok をここでする感じねと思って、めちゃくちゃ嬉しくなりました。で、いっぱいやっぱさっておもろいね、上げてもらいたいからさ、 TikTok の動画に使ってほしいから、いいながこの今撮ったやつをね。だからあんましこの写真、この画面のここのところに落書きをマジで書かなかった。それだけど大丈夫かな、わかんない、イリナの勝手にこうやっちゃったんだけど、はい、これはポーズをいっぱい見てほしいなと思います。これをつなげて動画作って、イリナの動画欲しいなってすごい思いました。はい、これ全然大丈夫ないのやつね、ちょっと見て、最初全然知らなかったんだけど、これを見ました。そしたら覚えました、なので TikTok 撮ろうかなって思いました。はい、全然大丈夫ないのやつね。はい、ちょっとずつね、ポーズしてるところはちょっとハート入れて増やしたりとかして、面白くしてるので、ちょっと楽しみにしててください。はい、結構自信はあります、可愛くなる自信があるので。はいはい、そしてあと5枚はですね、お任せということで、イリナが個人的に選んだ5枚にしました。なんかなかこのチェキでやらなかったなっていうポーズとか、表情とかしないなってやつがとかもあったので、ちょっとねそういうのも入れつつ5枚を選びました。はい、マジで大好きだよっていう気持ちを伝える、ハート、かわいいね、安定のかわいい感じの、あとは超アップめなイリナさんね。イリナさんね、ここにかわいい、イチラさん気づいてくれてたかな、ここにキラキラをつけてたんだよね、ここにね、それをね見せたかったんだけど、光飛びで全然見えなかったです。まあまあそれもいいかなと思ってた、アップのやつね。あとはウィンクしました、ウィンクのねチェキね、なかなかね難しくて撮れないんだけど、まあいいな、まあうまい方なんだけど、ちょっとちなちゃんにあげたいなと思って、ウィンクの皆さんね、この時期はね、リクエストとかもなかったので入れてみました。あとはかっこいい皆さん、はい、これはねちょっと黒チェキの感じもね、ちなちゃんの名前もローマ字にしてみたりとかして、ちょっといつもやらない感じのかっこいい皆さん。はい、そしてあとはまたちょっと全身寄りのやつで決めポーズ、あ、これはね振りでやってるポーズをやったんだけど、まあそこをね、ちょっとまた今度会った時に解説しようかなと思いつつ、はい、そしてテーマ、この曲のイリナのソロ曲のテーマである飛燕の月っていうね曲をやったんだけど、それのポーズといえばこれかなと思ってこれをしました。月も書いてかっこよく決めてるので見てほしいです。結構いろんなねイリナがね詰まった5枚だと思うの、このお任せチェキは結構楽しめるんじゃないかなと思うし、このねイリナのちなちゃんがリクエストしてくれたこちらのね5枚たちもすごい可愛く撮れてると思うので、いっぱいいっぱいいっぱい見てほしいし、多分絶対見てくれるんだろうけど、
あのイリナも今のうちに見ときたいなと思って今いっぱい見てます。これをちなちゃんに渡すのねと思いながら、まあ、嬉しいなと思いつつ、もう TikTok ができたことがさらに嬉しくて、はい、ちょっと楽しみにしています。本当に18枚買ってくれてありがとう、ありがとう。早く会いましょうね。会った時にいろいろあのお話ししたいことがたくさんあるので、その時お話しようね。ありがとう。はい、お次がゆうすけ、ありがとう。はい、ということでハートをいっぱい書きました。ゆうすけには愛を伝えるため伝えるべくいっぱい書きました。はい、かっこいい、見たと思うんですけど、かっこいいイレナさんにぽくしましたね。めちゃくちゃさ、何なんだっけ、めちゃくちゃすごい凝ったさプレゼントっていうか、イリンおめでとうみたいなやつ作ってくれてたじゃん。あれマジで嬉しかった。本当に嬉しくて、いっぱいイリナのためにこんなに時間をかけて作ってくれたんだなと思って、すごい嬉しい気持ちになりました。もうさらに愛が溢れましたね。ありがとう、大好き。はい、お次がゆうすけ、ありがとう。はい、ということでかっこいいゆなさんにしました。どうですか。はい、すごいね、かっこかわいい系の衣装を着たので、めちゃくちゃ刺さるんじゃないかなと思ってこの1枚を選びました。はい、かわいく撮れておりますので楽しみに待っててください。ありがとう。はい、次が2枚買ってくれたりく、ありがとう。ということでどうですかね、かわいい感じのイーナさんにしました。かっこいい、見てくれたかわかると思うんだけど、はい。そしてまだ名前をね、書くの忘れてて書けてないんだけど、りくです。ありがとう。りくの名前をねこうやってネット時期で呼べるのが初めてなので、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとう。なんかね、りくといえばかっこいい系が好きなのかなと思いつつ、まあ衣装はねすごい褒めてくれてすごい嬉しかったです。なのでこのチェキいっぱい見てください。ありがとう。はい、お次で最後になりますね。ともくん、ありがとう。はい、山口ともさんの方ですね。はい、ありがとうございます、買ってくれて。はい、すごい可愛い感じのね衣装を着ましたね。見せれなかったのすごい悲しいんだけど、すごいいいソロ曲もね披露できたし、可愛い衣装も着れたし、ということでこんな1枚をプレゼントしたいと思います。はい、ありがとう、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、イリナのネットチェック買ってくださった皆様ありがとうございました。本当に幸せでした。ありがとう。はい、これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ネクスト。はい、ナリスです。今から7月23日2部イリナ誕生祭のネットチェック読ませていただきたいと思います。まずマサト、ありがとう。はい、この日はイリナさんの、お誕生日会だったということなので、本当はね後ろに髪の毛ちょっとだけアレンジしてるんですけど、後ろにねリボンをねつけてるんですよ、赤色のリボン。でもちょっとね見えないから赤色のリボン実はつけてるんだよっていうことをねちゃんと言っておきます。はい、今回はですね、ちょっとイリナがねチェキでよくやってる顔の横でねハート作るポーズにしてみました。イリナ感出てるかなと思うので楽しみに待っててください。お家に届くの楽しみにしててね、ありがとう。はい、お次がひょちゃん、ありがとう。はい、イリナの、ポーズ、イリナがよくやってそうなポーズをしてみたんですけど、まあ、なんかピースとかねよくやってるイメージがあるんですよ。まあイリナのやってるピースはギャルピって言われるものなんですけど、まあ、僕が今回やったのは普通のピースです。はいはい、ちょっとねこの日はね髪の毛のヘアアレンジもちょっとリンリンにやってもらったので、このね普段とは違う髪型のなりちゃんもちょっと堪能してもらえたらなと思います。ありがとう。はい、そして
お次がマイ、ありがとう。はい、イリナ誕生祭ということでね、ちょっとイリナをねお祝いする感じのポーズにしてみました。イリナおめでとうみたいなポーズにしてありました。いやもうイリナさんね18歳になったということでね、もう世間的には成人になるんかな。うん、いやいいね、めちゃめちゃこの1年間でイリナが、あ、そうイリナが入ってちょうどね1年が経ったところで、1周年プラス、お披露目じゃない、お披露目とお披露目からの1周年と、お誕生日ということでね、めちゃめちゃめでたい日が重なってるんですけど、いやめちゃめちゃね僕お姉さんとしてね成長したなっていろいろ感じるところがたくさんあります。舞はどうなんかないいな、成長してるって思ってくれたらいいなと思います。ありがとう。はい、お次がゆきくん、ありがとう。はい、プレゼントをねちょっと落書きで書いておりました。プレゼントがこの辺にある感じのポーズ落書きにしてあります。はい、エリナさんお誕生日おめでとうみたいな感じになってます。はい、この日はね髪の毛ちょっとね巻いてるんですよ。まあゆるくふわふわな感じに巻いてあります。はいめちゃめちゃね可愛いです。またね髪の毛どういうアレンジしてるのかしてるかっていうのをねツイッターにあげると思うので、それもね楽しみに待っててくれたらいいなと思います。ネタ席買ってくれてありがとう。またたくさんお話しようね。はい、お次がなおくん、ありがとう。あ、嬉しい。衣装シャッフルからのイリナ誕生祭のネタチェキも買ってくれてありがとう。そんなに僕のこと不足してるんですか？まあ不足してるよね。広島からだってね、もう軽く普通に3週間ぐらい空いちゃってるもんね。まだまだこれからちょっとね、1ヶ月ぐらいまた空くんですけど、ちょっと寂しいと思うんですけどね。この寂しい思いを熱席の動画と公開されると思うので、見ていっぱいいっぱいはーなりちゃんって思ってくれたら嬉しいです。ありがとう、なおくん。はい、そしてひでじ3枚ありがとう。はい、2枚はあ、1枚イリナおめでとうってしてるやつと、もう1枚がダブルピースしてプク顔してる感じと、あともう1個で後ろ向きで髪の毛のねヘアアレンジどうなってるかっていうのをね、ちょっとせっかく3枚買ってくれたからね、3枚のうち1枚はねちょっと髪の毛ちゃんと見えるやつにしようと思ってはい、がっつり後ろ向いてるやつですけど、ちょっとこれを授けたいと思います。ちょっとね、いろんななりちゃんをね届くのを楽しみに待っててほしいなと思います。ひでじいつもありがとう気になり押してくれてありがとうね。はい、そしてタルタル、ありがとう。わーい、タルタル嬉しい。イリナの誕生祭だから1枚買ってくれたんかな、めちゃめちゃ嬉しい。お姉さんだからってことかなはい、どっちにしろタルタルにチキ買ってくれたこと、めちゃめちゃねこの事実はめちゃめちゃ嬉しいです。はい、今回はねイリナお誕生日おめでとうってイリナさんに向かってね言っている感じのチキにしてみました。はい、ちょっとね髪の毛もねいつもと違う感じにしてるので、それもねちょっとだけ見える感じにしてあります。本当はねちょっと後ろでリボンつけてるんですけどね、あー若干見えるね、1割ぐらい見えます。はいどうですかね、ちょっと髪の毛もふわふわにしてるのちょっと見てくれた、ちょっとねこの敵でね感じてくれたらいいなと思いますいつもねツイートとか嬉しいことをいっぱい書いてくれてありがとうこのチキタドクロ楽しみにしててね、ありがとう。ラストエルドッちゃん、ありがとう。はい、ドーンってねイリナへのプレゼントを持っている感じのチキにしてみました。はい、どうですかはい、この日はねイリナのねおめでたい日だったのでね、まあイリナのなんかイメージってなんかバラっていうか、まあなんだろう、お花が
いっぱい釣ってる感じがするんですよね。なんか咲いてるお花じゃなくて、あのドライフラワーがねいっぱい下に落ちてる感じのイメージをね持ってます。僕は僕的にはね、イリナのキャラ的にそういう感じになるかなって思ってね、ちょっとねこの辺にね、あの枯れてる表現はちょっと難しかったけどね、あのお花がね落ちている感じの時期にしてるのでそこも含めてねちょっと楽しんでもらえたらなと思います。はい楽しみにしててください。ありがとう。はい、ということで、7月23日のエリナの誕生祭のネタぜひ買ってくださってありがとうございました。ということでネクスト、今から7月23日イリナ誕生祭で葵のネットチェキを買ってくれた人のお名前を呼んでいきたいと思います。まずいきます。ユッキーありがとうございます。イリナ誕生祭ということで、そうなんですよ、そうそう同い年です同い年ですって何って感じなんですけど、そうそうそう、なんか髪の毛もリンリンに可愛くしてもらっていつもと違った感じの雰囲気になってると思うので、届くの楽しみに待っててもらえたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、次いきます。おふみんありがとうございます。ゆりの誕生祭来てくれてありがとうございました。めちゃめちゃ嬉しかったです。会えてよかったなって思いました。本当にめっちゃ楽しかったですねそうそう、もうあの赤いリボンつけてみんなでお祝いできてめちゃくちゃ楽しかったなって思いました。はいいつもありがとうございます。次いきます。はい、まいまいちゃんありがとうございます。ネットチェキ買ってくれてありがとうございます。イリナの誕生祭をお祝いすることができて葵はすごい嬉しかったですなんか誕生祭って1年に1回しかないし、イリナにとっては初めての誕生祭だし、もうすごいね楽しみだなって思ってワクワクしてもらってたんですけど、無事に終わってよかったなと思いました。めちゃくちゃ楽しかったです。ネットチェキありがとうございます。はい、次いきます。ハルタルありがとうございます。ネットチェキ葵の分も買ってくれてありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとう。そう、いつもとねやっぱ誕生祭の日になるとみんな違った感じの、いつも例えば私はみちゃんしてるんですけど、みんな違った感じの髪の毛をしたりして、そうそう普段は見れない髪型をしたりするんで、そう、それも誕生祭の楽しみなのかなって思ったりするんですけど、それもね見てもらえたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、以上で葵のネットチェキ買ってくれた人ありがとうございました。ネクスト、ジューン。はい、今から7月23日イリナ誕生祭のリンのチェキ買ってくださった方の名前を読ませていただきます。まずはタオくんありがとうございます。ちょっとキュルキュル系のリンになっちゃいました。イエーイ。多分タオくんが好きな感じの落書きもしてるのでお楽しみに。ありがとう。はい、そしてタルタルありがとうございます。ハッピーバースデーって書いてあるとこがすごい、タルタルが誕生日みたいになってるけど、ちゃんとイリナって書いてますありがとう。はい、そしてまいちゃんありがとうございます。はい、あのリボンつけてるのでこれもちょっとなんかレア衣装じゃないけどレアな感じではあるよね毎年1回に1回ぐらいしかつけないからね。うん、ありがとう。はい、そしてやいちゃんありがとうございます。イリナといえばのポーズしてみました。そう、これ結構私も結構使うんだよ最近チェキでも。ありがとう。はい、そして本日ありがとうございます。普段本日に送るチェキとはまた違った感じになってます。楽しみにしててね。ありがとう。はい、そして最後ナルピーありがとうございます。なんかデジチェキと同じような感じの落書きになっちゃったんだけど、写真はちょっと違う感じになってるのでお楽しみに。ありがとう。はい、ということでリンのチェキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、リアです。今から7月23日イリナの誕生祭のネタチェキの名前を始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。ともくんありがとう。はい、ありがとうございます。今回はですね、誕生日のメンバーのカラーのリボンをねつけるというのがいつも毎回毎回のあれね、こう決まり事恒例になってまして、今回は赤色のリボンを後ろにつけてたんで、こうやってこっちとこっちとで編み込みでつけてたんだけど、
あのね、ちょっとね、後ろだからあんまり見えなくて、で、ちょっと頑張って見せようと思って、こうやってやってます。はい。あのね、ちゃんと見えたらいいんだけど、ハーフアップみたいな感じにね、あの、これもなってるので、ちょっと可愛いやつを見てほしくて、可愛い髪型をね、ちょっとやってもらったので見てほしくて、このポジにしました。また風邪かぜてね。ありがとう。じゃあ次行きまーす。とうとうありがとう。はい、今回はですね、あのイリナの生誕ということで、誕生祭ということでですね、あの赤色のリボンつけてるんですけれども、はい、こういうポーズにしました。めちゃくちゃ可愛く撮れたんだよ。どうですか多分ね、これはね、とうとうがね好きかなと思ってね、このポーズにしたので、楽しみにしててね、多分ね開けた瞬間にね、はチヌってなると思うから楽しみにしててね、いつもありがとう。ラストいきます。はい、キナツありがとう。はい、今回はね、振り向き、こうやってやって振り向きのポーズにしました。リーね、振り向きがね結構ね苦手なので、あのあれなんだけど、このポーズはねすごくね可愛く撮れたから、これをキナツのために撮っておこうと思って、キーちゃんのために撮っておこうと思って、あの撮っておいた。これはもう絶対にキーちゃんにあげるしかないわと思って撮れた瞬間に、これはキーちゃん行きだなと思った、あのチェキをね、私がね男性込めてね、あの愛を込めてね落書きしたので送りたいと思います。楽しみにしててね、いつもありがとう。はい、以上でリオンのネットチェキのメモがありたいと思います。使ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、アイネです。今から7月23日イリナの誕生祭ということで、ガブさんでのネットチェキ読んでいきたいと思います。まずユッキンありがとう。はい、今回初めてのイリナの誕生祭ということで、盛大にお祝いできてめっちゃ嬉しかったです。で、今回ネットチェキでもお祝いのポーズを取ったので、一緒にお祝いしてあげましょう。やっぱり特別な日だから、イリナにとっても思い出深いものになったらいいなって思ってやってたよね。だからソロ曲のバックダンサーできたのも嬉しかったし、終わった後はなんかハイタッチしに行っちゃったしなんかそれだけ大切なライブだったと思うので、お祝いできてよかったです。一緒にお祝いしてくれてありがとうはい、お次がタルタル、ありがとう。イリナの誕生日のツイートを見ました。ツイッターでもお祝いしてくれてありがとうございます。タルタルがカンナギのメンバーのことを大切に、一人一人のことを思ってくれてるのはすごく伝わるし、ネットチェキ一枚一枚買ってくれるのもすごく優しいなって思って見てます。やっぱり一押しのナリちゃんの妹ということもあって、ちょっとあれじゃないですか、ちょっと気持ちが寄ってるんじゃないですかとか思いつつ、まあナリちゃんの大切な妹ちゃんなので、これからもナリちゃんプラスイリナのことを見守ってもらえたらいいなと思います。ありがとう。はい、お次がとしくん、ありがとう。はい、今回私、まあとしくんともすごい長い付き合いだけど、メンバーの初めての誕生祭を一緒に祝えるなんて、またそういう日が来るなんて嬉しいなと思ってます。いつもいつも応援してくれてありがとう。イリナのソロ曲が結構難しかったってメモのもあって、あんまり練習期間がない中でも朝日と一緒にダンスを踊れたのはすごい楽しかったし、めっちゃ朝日の話になるんやけど、なんか朝日と一緒に踊るのがすごい好きで、なんか身長とかなんか体型とか意外と似てないんですよ。だから意外とね、あやさ推しの方すごい多いんですけど、意外と二人似てないんだよっていうことは多分うすうすみんなも分かってると思うんですけど、それでもなんかあやさ推し多いですよね、めちゃくちゃ。としくんもそうだけど、だからバックダンサー二人で選ばれることが高いからめちゃくちゃ楽しくって、だからこれからもイリナの誕生祭また動画上がったけど、それで見てもらえたらいいなと思うんですけど、アイネとアサヒにも注目して見てもらえたら嬉しいです。ありがとう。はい、お次がリオ、ありがとう。はい、今回は一部のポニー、じゃあツインテールと違ってポニーテールにしました。ちょっとツインテールにした後だと髪の毛がうまい具合に戻らなかったっていうのもあったり、ソロ曲、イリナのソロ曲が結構ポニーテール似合う感じだったかなって思うのでポニーテールにしました。あの時はすごく緊張しててフロアが全然見れてなかったんですけど、リオが後ろで見守っててくれてたのは覚えてます。なのでリオの視線を感じながら踊ってたんで、あの時実は本当に緊張してて間違えてなかったんでよかったんですけど、あの振りも気に入ってもらえたら嬉しいです。1回しか見てないとはいえ動画が上がってるんで、もしよかったらいっぱい見てあげてください。ありがとう。はい、お次がマイマイちゃん、ありがとう。はい、誕生祭の動画上がりましたが、もう見てくれましたか？イリナの誕生祭本当に綺麗な
イリナが待ってるって思ってました。イリナがねすごい特殊なメイクをしてて、誕生日だからここになんかねなんストーンなんかラインなんかなんて言うんだろう、あれキラキラのストーンみたいなのつけててすごい可愛いなと思って、あれよく韓国のアイドルさんがつけてるんだけど、あれなんかイリナがつけたら本当に韓国のアイドルみたいだなと思いながらなんかステージで踊りながら思ってたんだけど、なんかそうやって1年前にデビューした時とは比べ物にならないぐらい成長したと思うので、イリナにはこれからもいっぱい成長してほしいなって思ってます。いっぱい見守っていこうね一緒に、ありがとう。はい、お次が七瀬さん、ありがとう。はい、もう1年経ってやっとお誕生日お祝いできたなって感じなんですけど、1年と同じタイミングでお誕生日お祝いできるってなんか節目が重なっていいですよね。なんか成長段階が著しく分かるじゃないですか。だからなんかそれを一緒に見守れたっていうのは嬉しかったなって思います。イリナのことすごい前から褒めてくれてるけど、やっぱりナンさんはいろんなメンバー見てくれてるんだなって思いました。まあ成長が分かりやすいメンバーもそうなんですけど、やっぱりカンナギを支えてくれてる初期面とか、あと歌させてくれてるリオちゃんとか、ダンスパフォーマンスで頑張ってくれた朝日とか、他に葵ちゃんとかもイリナとかも成長し続けてて素敵なメンバー揃ったなーって思ってます。これからも見守っててね、ありがとう。はい、お次がレッドライスさん、ありがとう。はい、初めてのイリナの誕生祭すごく楽しかったです。なんかサイリウムが赤に光ってる、あんなに赤に光ってるの初めて見たので、むちゃくちゃ新鮮でした。なんかねイリナがね大人っぽく見えたんですよ、ステージで踊ってる時に。うわなんかいいなぁと思って次自分の誕生祭来るのかとも思ったけどねでもこうやってメンバーの誕生祭を見守れる役になれるんですよ、バックダンサーになるとね。そのソロ曲でソロで歌ってる後ろで踊るからさ、あそういういい役割もらってるなって思いながら。レッドライスさんは私の踊りを好きって思ってくれてるかわからないですけど、もしよかったら私の踊りもいっぱい見てほしいなって思います、ソロ曲の。ありがとう。はい、お次が千秋、ありがとう。はい、イリナの誕生祭お祝いしてくれましたか？ありがとう。イリナの誕生日はね、実はね、昨日だったんですよ。で、私、イリナにお誕生日おめでとうって LINE で送ったんですけど、なんかね、メンバーの誕生日をお祝いするたびに思うんですけど、本当はめちゃめちゃサプライズとか、なんか盛大に物をあげたりとかしたいんですけど、なんかないかなって毎年毎年考えて終わっちゃってるので、またなんかいつかメンバーにいろんなことを恩返しできたらいいなとか思ってます。なんか千秋も私の誕生祭次もしかしたら見に来てくれるかもしれませんが、その時は千秋からのハッピーな気持ちを受け取れるような存在になれてたらいいな。自分の誕生祭のことも考えちゃうからさ、人の誕生日をお祝いしてたら、その時も楽しみです。ありがとう。はい、お次がラスト、12345枚買ってくれたふみくん、ありがとう。イリナの誕生祭なので髪型がいつもと違ってポニーテールにしてたんですよ。今みたいな感じでポニーテールにしてました。なんでポニーテールの私をいっぱい5枚も届けられることはあんまりないと思うので、すごくレアだなと思いながら撮ってました。イリナのソロ曲とかもかっこいい感じで、なんか多分ねふみくんが好きな感じなのかな、なんか結構ダークな感じなんですよね。ふみくんダークな感じ好きだと思うんだけど、どうなんでしょう。多分推してるメンバーさんとかが多分ダークな感じだから、もしかしたら好きかもしれない、刺さるかもしれないので、ぜひ見てください。なんかまだ見てなさそうなんで見てねいろんな私のチェキが届きますが、一番のお気に入りはこれです。なんか夏っぽいのも相まって、なんかポニーテール生えてるなって思うので、これは私のお気に入りです。ふみくんがどれが好きなのかな、また直接お話ししようね。次だね、会えるの楽しみに待ってます。大丈夫、治ってよかった、ありがとう。はい、以上です。愛のチェキ買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト、はい、囲みがあります、読ませていただきます。みちお、ありがとう。ありがとう。そしてナナセさん、ありがとう。ありがとう。それからヤイちゃん、ありがとう。ありがとう。はい、たくさん買っていただいてありがとうございました。素敵な誕生日を迎えられそうです。おお、それでは以上それでは以上私たちカルガミ2でした。